山梨勝之進。山梨勝之進。山梨勝之進。1877年。明治10年7月26日から1967年。昭和42年12月17日は、日本の海軍軍人。海兵25基地席。最終階級は、海軍大将。ジュニー、君位等。主だった軍歴を軍政部門に歩み、山本権兵衛。 加藤智三郎の系譜を継ぐ人物と目されていた、いわゆる条約派の一人。また、帝国海軍の77名の大将のうち、艦隊司令長官職を経験していない9名のうちの一人である。宮城県宮城軍仙台出身。旧仙台藩士の長男として生まれ、宮城英学校を経て、海軍兵学校25期に入校、自席で卒業して、 恩詞品を排除。海兵25機の同期生には、松岡静夫、長方巻、四ヘッツイ高助らがいる。海軍大学高校師学生5機を卒業。山本権兵衛の副官などを務め、ワシントン軍縮会議では、全県随員として、加藤智三郎を補佐。人事局長在任中は、軍縮条約を日本国内で反映させるべく尽力し、また、海軍大臣、 宝部表に、鹿児島遊遇人事を辞めるよう進言している。海軍時間在任中は、ロンドン海軍軍縮条約の締結に奔走した。反対勢力から暗殺される危険があったが、軍務局長、堀定吉、海軍省専任副官、小上ネイチと暗殺される覚悟で初心を貫く。海軍大臣が、不在の海軍省を預かり、岡田圭介の助力を得て、 艦隊派の軍令部次長、末次信政をして、山梨のこと基地へある人物にはかなわずと言わしめる活躍であった。このため、伏見宮広安夫や東郷平八郎を頂点とする艦隊派から寄避され、1930年10月に、ロンドン海軍軍縮条約が批准された後は時間を更迭され、佐世保陳述司令長官、来る陳述司令長官を経て1932年、 昭和7年に海軍大将に信任されたものの、翌年の1933年、昭和8年に大津の人事により現役を追われた。ロンドン軍縮会議の際に反対派が持ち出した理論が、統帥権甲板であるが、山梨は憲法解釈は、数密院の権限で、軍人が憲法を論ずるなど論外であると書き残している。その後6年間船橋に関与していたが、 昭和天皇の信任が扱った山梨は、皇太子、秋人親王の教育を任せられる人材として、昭和14年、1939年10月に、学習委員長に就任。その際に、山梨を訪問しないよう通ったのは、ロンドン軍縮会議の全権の一人である、宮内大臣、松平常夫であった。秋人親王は、翌年の昭和15年、 1940年4月に学習院初等科に入学した。戦後は公職追放となり、1952年昭和27年追放解除、宮城育英会五条両社館、水公会初代会長を務めつつ、軍人恩給の復活に尽力し、海上自衛隊の創建にあたっては、吉田茂ら政財界説得にあたる。1965年、 昭和40年にはかつて副官を務めた山本兵衛を忍ぶ会を催した。82歳の時から中山貞義、杉江十三、内田和臣ら帝国海軍出身の海上自衛隊首脳の依頼で海上自衛隊幹部学校、帝国海軍の海軍大学校に相当において定期的に戦士講義を行った。最終講義は山梨が89歳であった。 1966年、昭和41年11月、死去の前年であった。初期以外は、即帰によって抗議録が作られており、山梨の死去の翌年、1968年、昭和43年に、幹部学校の部内資料、山梨大小校は州としてまとめられ、1981年、昭和56年に、 歴史と名称と題されて、毎日新聞社から交換された、四百字詰め原稿用紙千二百枚の大著であった。八十九歳の1966年、昭和四十一年十一月三日に宮中杖を、可視され、翌年の1967年、昭和四十二年十二月十七日に死去。去年九十、特使により、暗い一級を進められて、十二位に上された。 墓所は、東京、青山墓地、第22号一周八側6番。温厚な性格ながら、粘り強さを備えた人物であり、およそ人の批判をするようなことはなかった。予備役編入が内定した際に、ロンドン軍縮会議前権であった、若月霊次郎があなたは、こんなギザへなければ海軍大臣でも、連合艦隊司令長官にもなり得たのに誠に、 申し訳ないと発言した際、山梨は誰かが犠牲になって会議が成功したのだから気にするに及びませんと答えた。なお井上成美の山梨に対する評価は高い。山梨の軍政家としての手腕は海軍部内でも卓越していた。山梨の海軍次官在任当時内務大臣であった足立健造は海軍部外者の立場から山梨は 頭もよく誠実で、気を見るに便。しかも、将来の国防問題に対する的確な見通しを持ち、部内を統制する指揮権を持っていたと評している、足立の自助伝より。その山梨も、官庁としての総監は、スコベル付きの下手で、特に入校時の総監では、そばにいる者をハラハラさせる推しであった、と、富岡貞田都市少将が改装している。山梨がを務めたのは、 かとり館長の一回のみ、1917年、大正6年12月1日から1年間だが、軍艦職員勤務例で、公開中の館長の役目として、館長は、その出入港、協小なる水路の通過及び、艦隊人形変換等の時は必ず、自らその艦の運用を司るべしと規定され、館長に入港時の送還義務が課されていた。山梨が、 岡取艦長を退任した翌年、1919年、大正8年に、新たに、感染職員含む規定が制定され、駆逐艦、潜水艦のような小艦艇を除き、出入港など注意を要する状況においても、公会長が相関することが許された。同じく海軍の長野治と、同様、小原邦義の良き理解者であり、小原流教育の支援者だった。 2013年現在、山梨の蔵書、洋書以外は、ほとんどが、官石は、山梨が裁判年に、戦士講義を行った、海上自衛隊幹部学校の図書館に、山梨文庫として所蔵されている。2018年現在、海上自衛隊幹部学校には、共蔵、山梨外商蔵、製作、三名常人が所蔵されている。2013年現在、仙台、 中島町、現、仙台市青葉区八幡の山梨家跡地、2500坪、和、2、3が、宮城県宮城第一高等学校の、1、3がなお経学院の敷地となっており、宮城一校の校内には、山梨の監修を刻んだ、山梨勝之新先生生か跡との石踏みが現存する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。